さて今日はですね、このインスタ360フロープロの紹介になります。スマホで動画コンテンツを作ってる、まあ、クリエイターには欠かせないのがこのねスマホ用のジンバルになるんですけど、使ったことない人はきっとね、いやいや最近のスマホには手ブレ補正がついとるやんと、だったらいらなくねってまあきっと思うと思うんですよ。実際その通りだと思います。あの手ブレの少ない映像が撮りたいだけなら、まあこれはね今のスマートフォンだったら、まあ、しっかりとね安定した映像は撮れるんですけど、今のスマホジンバルの最大の魅力ってそこじゃないんですよ。スマホ単体では絶対にできないのが、そう、常に被写体を追いかけ続けてくれるトラッキング機能で、このトラッキング機能があれば、例えばこう自撮りしながら旅ブログとかを撮ってて、目の前にすごい綺麗なね景色が広がっていながら、もう自分がこう画角に映ってるが気が気じゃなくてずっとこうスマホの画面を見続けてるとか、そこら辺にポンって置いてバズりたい一心でも踊り狂って勢い余って画角からこうはみ出ちゃって、まあ、失敗したなんていうこともなくなるわけですよ。画面を見なくても誰にでもねやっぱり簡単に安定した動画が撮れるっていうのが、まあ、スマホジンバルの強みだと思います。そんな便利なトラッキング機能だけど、一つね大きなデメリットがあって、それが専用のアプリでないとこのトラッキング機能が使えず、自分の好きな動画撮影アプリがまあ使えないっていうことだったんですよ。このインスタ360フロープロではなんとスマホジンバルで初めて iPhone の標準カメラだろうが、まあ、ブラックマジックカメラだろうが、まあ、TikTok とか Instagram とかさらに Zoom ですらトラッキング機能が使えるようになった業界初の、まあ、画期的なねスマートフォンジンバルになります。さらに Mac の連携カメラ機能で iPhone をウェブカメラとして使用した際にもこのフロープロを使うことができるので、オンラインミーティングとかでもしっかりとねこのトラッキング機能を使うことができます。その使い方っていうのは本当簡単で、こうやって iPhone をジンバルにかざしてあげるだけで、これで NFC でペアリングして、そしたら好きなねカメラアプリを開いてこうやってジンバルにこうセットすれば、それだけでトラッキング機能を使うことができます。これはアップルの独自のねドックキットっていう、まあ、トラッキング機能にこっちのフロープロの方が対応したことで実現してます。なのでインスタ360純正アプリで使えるトラッキング機能とは、まあ、そもそも別物で、アップル独自のアルゴリズムでこっちはトラッキングを行います。どちらのアルゴリズムでトラッキングを使ったとしても、まあ、人物を追いかけるだけならそこまで極端な差はないです。インスタ360純正アプリを使ってトラッキングを行うと、まあ、人物以外にもね好きな対象を選んでトラッキングすることができるんですけど、それ以外の場合はというと、そもそもそのトラッキング対象を画面でタッチして選ぶといった操作が、まあ、他のカメラアプリでは行えないので、基本的には画面に映った人物を、まあ、完全フルオートで追いかけます。なので人物が1人だけ映ってる場合だったらいいんですけど、これがね複数人いたり、あの人物以外をトラッキングするって言ったことは、まあ、できず、そこはねやっぱりまだ純正アプリにはかなわないので、まあ、必要に応じて使い分ける必要はあります。インスタ360純正アプリでは AI 駆動型のディープトラック 3.0 っていう技術が使われてるんですけど、でこの精度がめちゃくちゃ高いんですよ。でどこまでね実際追いかけられるのかっていうのを今回検証してみました。じゃあ今トラッキングのテストを、おお、ちゃんと追ってる。追ってる？うん。こういうのの後ろに行った時に外れないかですよ。おお、戻った戻った。うん。うん。あ、でもこれはこんだけ細いから。そうだね。レベル2。レベル2。今まだ俺のこと追ってる？うん。すごいね、この距離でも追うんだね。追ってるね。じゃあレベル2です。お、あー戻った。バレてますよ。顔隠しても大丈夫なの？
あ、全然余裕だね。あ、そう、顔じゃない。ここ上げて、手をぐーっと上に、あ、持ち上げて。え、違う上に上げ、そう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 、あ、いででででで、よっしゃ、うわ、ついてきてるのかなこれこの距離になるぞ。このここで近くなりすぎると外れるか。あ、でもまたもう一回戻ってくるね。うん、見つけると戻るね。一回外れても。疲れた。麦茶あるよ。とまあこんな感じで目の前をね、何かが横切ったり、あとはもう全力でダッシュして逃げようとしても360度トラッキングできるっていうのもこのフロープロのね、まあ、売りの一つになります。で本体はねこんな感じで、もう折りたたんだ状態だと、まあ、大体こう iPhone と同じぐらいのサイズかなっていう感じで、重量もね 366g と非常に軽いので、すごくね持ち運びはしやすいですね。でここの部分をこうやってぐるっと回してあげると、これで一発で起動します。で下の部分をちょっと引き出せば、これがねさらにあのグリップが長くなってより握りやすくなるし、もっとこうやって引き出して開いてあげることによって、もうこうやって三脚としても機能します。でこっちの上の部分を引っ張り出せば、まあ、こんな感じでね、あの自撮り棒としても使うことができます。で他にもここの背面部分をパカッて開いてあげると、ここにねコールドシューが、備わっているので、ワイヤレスマイクなんかをね使いたい場合はここに取り付けてあのつなげることができるので、これも非常に便利でした。でバッテリーはフル充電の状態で約ね10時間持ちます。カメラから離れてねこう撮影している場合、トラッキングができているのかできていないのかっていうのを、ここの部分が緑色にこう点滅してるか、あとは普通にこう光ってるだけなのかっていう違いで判断することができるのでね、これも非常に便利だと思います。このフロープロの操作はこの真ん中の部分でいろいろとできます。この下の部分はジンバルのオンオフで、この右の部分は一度押すとカメラの、あのリアカメラ、フロントカメラを切り替えることができて、ダブルクリックでこうやってスマートフォンの縦横位置を切り替えることができます。でこっち側がシャッターボタンになってて、真ん中のジョイスティックでこうパンとか、あとはチルトとかね、そういった操作をすることができます。ジンバルのモードを切り替える、まあ、パンフォローとか FPV モードとか、まあ、そういったものはこのね真ん中の部分をこうやってね、昔の iPod みたいにくるくるこうなぞってあげることで、そのモードを切り替えることができます。あとはねこの縁の部分、こうやって回すことができるようになっているので、これでまあ、こんな感じでスマートフォンを回転させたりといった操作もできます。でここにトリガーがついているので、これを一度押すとトラッキングのオンオフを切り替えることができて、二度押すとカメラの、ポジションをリセットすることができ、三回押すとこうやってねカメラが180度ぐるっと回ります。ただこれも純正アプリを使ってるか使ってないかで、一部操作できるものとできないものが、まあ、ちょっと変わってくるんですよね。例えば純正アプリ以外だと、あのリアカメラ、フロントカメラを切り替えるっていうことがまだできないんですけど、これは iOS がね今後アップデートしていくことによってなんか対応できるらしいです。で他にもね、あの iPhone も取り付けるには標準だとね、こういったあの、まあ、マグネット式のクランプがついているので、これでこう iPhone をこんな感じであの挟み込んであげて、でマグネットでここにペチッとくっつければ、まあこれでセットアップは完了なんですけど、他にもあの iPhone の場合だと別売りのマグセーフに対応したアダプターもあるので、そうするとまあこう挟み込む必要がなくなるので、このボリュームボタンとかがね、まあより干渉しにくくなるので、 iPhone 使ってる人はねちょっとそっちの方がいいんじゃないかなと思います。他にも別売りのアクセサリーで専用のライトもあります。まあ、取り付けるとね
こんな感じになってるんですけど、まあ、めちゃめちゃ明るいライトっていうわけではないので、なんかそのすごく暗いところを照らすっていうよりは、例えばね屋内でこうやって動画撮影をしてるときにちょっと顔を明るく照らすぐらいにはすごく便利かなと、これも思います。というわけで、まあ、最後にね、今回僕が使ってみた感想、良かったところ悪かったところをお伝えすると、まず良かった点はやっぱりね、好きなアプリでトラッキングが使えるっていうのは非常に大きいですね。最近はあの小型のね、あのジンバル付きカメラを使ってる人、まあこれ結構多いんですけど、確かに携帯製では向こうに分があるのは間違いないんですけど、スマートフォンで撮れるのはやっぱり使い方の幅も広がるし、撮った動画が iPhone の中に溜まっていくっていうのもすぐに SNS でシェアできたり、またそういうんじゃなくても、まあ、iCloud 経由でね、家族ですぐにその共有できたりと、まあ、やっぱりそれはすごく便利でしたね。あとあのちっちゃいやつも結構ねいいお値段するんですよね。確か 6,7 万とかはしたと思うので、スマホ用のねジンバルだとカメラが進化した時にスマートフォンをねみんな買い替えるじゃないですか。まあ、それだけでやっぱり画質がどん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 こうアップグレードしていくので、余計な出費がかからない、まあ、出費が抑えられるっていうのもいい点かなと思います。まあ、ちょっとねまだいまいちだなと思った部分はアプリ側のドックキットへの対応ですね。トラッキングが使えるアプリっていうのはもう本当もう今回試した中ではほとんど使えたんですけど、まあ、iPhone 純正のカメラアプリを使ったとしてもトラッキング対象をこうタッチして切り替えるとか、まあ、そういった部分の操作はできないので、2人以上で撮影するとか、まあ、そういった時にはまあちょっと不便かなと思いましたね。ただこれはもう Apple の技術を使っているので、まあ、今後ね Apple とまあ各社アプリベンダーがもうアップデートして改善してくれるのを、まあ、正直祈るしかないですね。あとねもう一つ、さっきお伝えしたトラッキングライト、あれすごい便利っちゃ便利なんですけど、あのこうトラッキングが外れた時、例えばもう点滅するのがこう止むとかそういうんじゃなくて、もう緑だったのが赤になるとか、まあ、ちょっと別の色になった方が正直そっちの方が視認性は上がるかなとは思いました。というわけで、本日はねインスタ360のフロープロの紹介でした。あのスマホでね動画コンテンツを作るクリエイターには間違いなくおすすめなので、もっとね詳しく知りたいという方はぜひ概要欄のストアページのリンクを貼っておくので、そちらの方からチェックしてもらえればなと思います。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。ピース。すごいね、自撮り棒にもなるのは結構でかいね。うん、はい、今あのインカメラはあのビューティー機能があるんで漏れるから、ビューティー機能は絶対オンにしろっていうリコさんからの指示により、はい、ぜひお願いします。急いで出てきちゃったから今日そうね、朝5時ぐらいに俺に、おい取り行くぞって聞いてないよって昨日言ったって、今日の朝、まあ、行くかもねみたいな、ね、なんかいいお散歩、お散歩日和って言おうとしたけど汗だくそうですね、私はちょうどいいけど、見てこれ、もうちょっと持っててこれああ汗が、汗がすごいもんね、もう汗がこうちゃんとタオルとかを常備してるタイプの嫁さんでよかったハンカチだけど、ただすんごい代謝がいいからさ、逆だもんね、一切汗かかないもんね。そうだね、どうなっちゃってんのなんかめちゃめちゃ辛いもんとか食っても俺すごいじゃん。一口で汗出てる。そう、一口でもブワーって滝のように汗出てくるけどさ、うん、君なんかもう全く辛いもので汗出したことないかもしれないそれは普通じゃないよ、食べれない湿気で髪が広がってきた、広がった気がする。そう、なぜかまたね切ってないからね。私の水筒、お気に入りの水筒、これいいよ。水筒のレビューしてもらっていいですか。うん、何飲んでるんですか。今日麦茶です麦茶、夏だね。夏だよ。これサーモスの水筒、うん、水筒おすすめなんですか。うん、これがね、あの食洗機に入れられるんですよ。意外と珍しくて。そうなの。うん、去年買ったんだよね。今年はもしかしたらそういうのいっぱい出てるのかもしれないけど。こんな食洗機に入れられる水筒なんて珍しいの。意外とないのよ、探したら。で、今日はお茶入れてるけど、スポーツドリンクとかも入れられるタイプなの。入れられないやつあんの。入れられないのあるんだよ、なんかこう何がダメなんだっけ。知らん。砂糖、
そんなに水筒絶対買わないな。ただ、うん、最近無印かな、うん、炭酸の飲み物を入れられるボトルっていうのが出たみたいで、これ入れられないの？これはそうは書いてない。なんか炭酸なんか抜けちゃうじゃん普通。あ、抜けにくいとかそういうこと？多分そうなんだと思う。というわけで本日の動画は以上でございます。雑レビュー水筒のレビューでした。違うよ、まだやることいっぱいあるんだよ。